ヤーコンは、キクカスマランサス属の多年草。根にフラクトオリゴ糖が多く、梨のような食感と甘みがあり、食用にされる。ヤーコンを、アンデスポテトと呼ぶ例もあるが、同じく、アンデス産のジャガイモと紛らわしく、不適当である。成長すると、草丈は1.5から2メートルにもなる。ひまわりに似た、黄色い花を咲かせる。根は開根型の貯蔵根となり。 サツマイモのように肥大するが、栄養生殖器官としては機能しておらず、これだけ植えても芽は出ない。同じ菊科のダリアと同様、開根を生じる地下茎の芽とセットになって、これに発芽時の栄養分を供給する働きを持つ。ただし、ダリアと異なり地下茎の芽は、海景上に発達し、これ単独でも発芽して成長することができる。南米アンデス山脈地方原産。 日本に最初に導入されたのは1970年。その後、1985年にニュージーランドで栽培されていたものが1万株輸入され、現在日本で栽培されているものはこれから増殖されたものである。最近、この内の原種はペルーから無断で持ち出されたものであるとして各所にペルー政府から警告書が届いている。日本での栽培普及は 茨城大学農学部の月橋テルオラの研究グループの機能性食品としての研究活動と深く結びついており、茨城県阿美町で日本で初めて栽培に成功した。その後、日本各地でも栽培と食品としての利用が広がりつつある。モチェ文化のヤーコン型、キグアンデス山脈一帯では伝統的に先住民によってよく知られたナスカのジャガイモのほか、 カタバミカなど様々なトガにまたがった芋状の根菜類が栽培化されてきたが、ヤーコンもその一つである。カイコンは貯蔵栄養素として、デンプンではなく、フラクトオリゴ糖を大量に蓄積しており、収穫後1から2ヶ月の保存によって分解して、オリゴ糖となり、甘みが生じる。生で食べると、かすかにポリフェノールに起因する渋みを感じるものの、甘くシャキシャキした。 梨の果実に近い食感を持つ。そのため生食もされ、中華人民共和国では、節連化の商品名で、主に果実店で売られている。また、炒める、煮る、揚げるなどの加熱調理もされる。加熱すると、加熱した山芋に似た食感となる。食用としての伝統は日本では浅いため、食材そのものとしてよりも、豊富に含まれる、フラクトオリゴ糖が、 乳酸菌の増殖に寄与するプロバイオティクスの成長作用や作用メカニズム不明の血糖値抑制効果などの健康に対する効果が注目され一種の機能性食品と扱われる傾向が強い農村の地域おこしのための特産品としてヤアコン自体やそれを使用した食品の商品化が進められている地域もある茨城大学農学部がある茨城県阿美町では 1999年により、網大地、網育ち、ヤーコン健康饅頭、ヤーコンリーフサブレ、ヤーコンパウンドケーキ、ヤーコンかき揚げそば、ヤーコンかき揚げ丼などが販売されている。また、つくば市では乾燥ヤーコンや水出しヤーコン茶などの製品化に成功した。北海道桶戸町では発泡酒、ヤーコンドラフトを開発し、販売している。 福島県天栄村でも三大特産品として PR しており、ヤーコン茶やヤーコンうどん、ヤーコンカレーなどを販売している。大阪府豊野町でもヤーコンの特産品化計画が進められている。ハモプロトカテク酸、クロロゲン酸、コーヒー酸、フェルリン酸などを含み、プロバイオティクスに役立つと考えられ、煎じて一種のハーブティーとして利用される。ありがとうございます。